石田トレーナー、はい、質問です、はい、トレーニングをすると筋肉痛になったりすると思うんですけど、はい、その筋肉痛ってなった方がいいんですか？トレーニング後の筋肉痛ですね、一般的には筋肉痛を起こすことによって体を回復させる、超回復っていうんですけど、それを促して筋肉を強くするっていうふうに言われてるんですけど、最近の研究では強い筋肉痛は起こさない方がいいであろうっていうふうなデータの方が強くなってきてるんですね。で、理由としては強い筋肉痛だと回復にすごい時間かかったんですよ。で、それ回復させる期間っていうのはトレーニングもちろんできないので、トレーニングする回数っていうのがどんどん減ってくるわけですよね。なので軽度の筋肉痛、軽めの筋肉痛ぐらいで抑えてあげた方が回復が早いので、より密度が濃くなるって言われてるので、最近ではその軽度の筋肉痛ぐらいで止める方がいいって言われてます。なるほどです。ありがとうございます。はい。